おはようございます。出席議員64名であります。これより会議を開きます。初期に諸般の報告をさせます。令和3年3月15日、広島県議会議長と広島県知事、2月定例県議会の追加議案および説明書について、令和3年2月定例県議会の追加議案および説明書を別冊のとおり提出します。別冊はお手元に配布しておりますので、朗読は省略いたします。お分かりいたします。ただいま報告の追加議案を本日の日程に追加するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決します。それでは追憲第19号議案、令和2年度広島県一般会計補正予算を議題といたします。この場合、知事から追加議案に対する提案理由の説明を求めます。知事湯崎英彦君。ただいま追加提出いたしました議案につきまして、その概要をご説明いたします。新型コロナウイルス感染症の集中対策として、飲食店等に対し休業や営業時間の短縮要請を行ってまいりました。この要請にご協力いただいた飲食店等に対する協力支援金につきまして、これまでの申請状況を踏まえ必要な経費を追加計上しております。この結果、一般会計の歳入歳出補正予算額は32億1328万円となり、本年度予算の累計額は1兆2718億7469万円となります。どうぞ慎重にご審議いただき、適切なご議決をいただきますようよろしくお願いいたします。質疑の通告はありません。ただいま上程の追加議案については所管の常任委員会に審査を付託いたします。議案付託表は御国お手元に配布いたします。この場合お諮りいたします。会期延長の件を本日の日程に追加し議題とするにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。それでは会期延長の件を議題といたします。お諮りいたします。今次定例会の会期は本日までと議決されておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力支援事業について引き続き審議する必要があるため、会期を3月16日まで1日延長いたしたいと思います。作用決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は1日延長することに決しました。明日は午前10時30分から会議を開きます。本日はこれをもって散会いたします。